えっと前回のあの公園水と中外放いずの関係でちょっと間違いがありましたと私もこの円水にちょっととらわれて説明が間違いましたあの要するにどの図でもいいんですけどこの中心この 現在の一点を中心にして、これをくるくる回せばいいんですよ。で、こういう二次元の図は頭を惑わします。あの、C G で3 D グラフィックスでぐるぐる回したらいいんです。そうしたら、まあ、あの、球面ができますよね。そ、その中全部が現在なんですよね。それがこの図です。えー、説明を間違えておりました。バイエンがそんなことまで理解していたのか。 と思われるかもしれませんがあの要するに実験とか計算とかを交えない純粋な直感的な思考というのがいかにあの、まあ、鋭いかという一つの証拠になろうと思います。この中心でぐるぐる回すといいんですよね。 そういう光のボールの中に我々が包まれていると考えればよい。これがあの中、これが外。でこの間にあの移動するには時間がかかりますよね。で光で一番速いのがまあ三十秒速三十万キロということですよね。ただ量子エンタングルメントはそういうの関係ないでしょう。それ直感というのもそういうの関係ないんですよ。 それとあのもう一つはですねこれちょっともう落としまして、えー、この三浦梅園の謎を解くのここちょっとここを変えましてライプニッツの図この図ですねそれからこれによく似たあの図が言語の中にあるんですけどそれはここの三浦梅園研究のスタンダードを決定するをクリックしてそうしてずっと でえー、自身過信版いや失礼書筆復元版言語原文と図版で次長書筆復元三立漢文版 PDF これはもう2008年2009年にはもう作ってたんです2008年にはできてました。 そして、これで2行一対形式カプレット形式であるということが分かります。そして、ずっと行くと、やはり自分の専門の研究分野に関しては、自分でデータベースを作って持っておかないと、これからの学問研究はできませんね。こういうところに、えー、とだんだん近い図が出てくるんですよ。 こちらでこう,こういう図よく似てますでしょ。ものの考え方の類似性これは結局思考のルーツが疫あ,あるいはまあ ヒンドゥーの刑事情学インド哲学ですねそういうところにおそらくあるんですよねそれがライプニッツにまで伝わりバイアにまで伝わっているでその途中で古代ギリシャ古代ギリシャにも伝わったみたいですねあるいは先祖をたどったらルーツが同じかもしれませんそういうことが今後の研究の課題として重要に なるだろうと思いますではこれで終わります